昨日、離婚したんですけど、5年ぶり2度目の離婚を報告する小倉優子、38歳は、涼やかな笑顔を見せた。7月28日、お昼の情報番組、ポップアップ、フジテレビ系に生出演した小倉は、全然気を使わず、何でも言ってください。流せる力は、持っているのでと、離婚の質問にも、NG なしを明言した。長い道のりだった。27歳だった2011年に、ヘアメイクアーティストの男性と結婚。2人の子供を授かるも、その前夫の不倫が発覚して、2017年に離婚。翌2018年のクリスマスに、歯科医師の A 氏と再婚した。ところが、第3子を妊娠中の2019年12月から、A 氏が家出しての別居が明らかに。小倉は、子供たちや生まれてくる子のためにも、元の関係に戻りたいと復縁を望んだ。2020年7月に三男を出産した際には、SNS に、出産を支えてくれた主人と綴り、別居期間中にも A 氏が勤める病院の近くに、引っ越したりと、一途に望みを繋いでいたが、A さんは一度も自宅に戻らず、離婚の意思は変わりませんでした。小倉の知人、小倉も徐々に現実を受け入れて、ワンオペで、愛息たちを育てきる覚悟を決めていった。昨年11月のテレビ番組の企画では、息子と4人暮らしをする自宅を公開し、今年2月には、家事育児の傍らで、早稲田大学教育学部合格を目指して、受験勉強をしていることを明かした。毎朝4時台に起きて、体にいい無添加食材などを使っての子供たちへの手料理、家事も仕事もしてのワンオペ育児、加えて、受験勉強ですから、さすがに日に日にやつれていました。前出、小倉の知人そもそも別居の原因は明らかになっていない。一部では、A 氏が小倉に、専業主婦になるように迫った。生まれてくる子供に会いたくないと主張した。いずれも後に、A 氏が否定。40歳過ぎまで独身貴族だった。A 氏には、小倉の小言ぐせが耐えられなかったなどと報じられているが、お互いに詳細を語らないままだ。しかし、なぜこのタイミングだったのか。小倉さんは、別居が始まってから、養育費としてお金を受け取っていなかったようです。復縁を目指していたから、お金を受け取ると離婚が成立してしまうと思ったのでしょう。しかし、ある時から養育費を受け取り始めた。ただ、離婚が成立したのは、お金の面で解決したからというより、もう夫が戻ってくることは、絶対にないと彼女が気づいてしまったからなんです。小倉を知る、芸能関係者グラドルから、ママタレに進化した小倉だが、次の進化に向け波乱万丈な人生は続く。女性セブン2022年8月18.25日号。